T-1AJ-Hawk T-1 はアメリカ空軍の総発ジェット練習機。ビジネスジェット機ビーチジェット 400A の軍用型であり、主として輸送機のパイロットの要請に用いられる。相性は J-Hawk 本校では航空自衛隊で採用されたほぼ同型の練習機 T-400 についても記述する。T-1A は中型の総発ジェット練習機で、 アメリカ空軍特別パイロット養成過程で、輸送機や空中給油機のパイロットの要請に使用される。同様に空軍の広報士や海軍のフライトオフィサーの要請にも用いられる。操縦席には、教官と2名の候補生が座り、交代翼と総発のターボファンエンジンにより、マッハ0.78で飛行する。装備品の一部が、米軍の要求によって回収されたほか、 機内に燃料タンクを増設し、離陸、着陸を頻繁に行うため主客を、バードストライク対策のためウィンドシールドと、主、微翼前縁を強化している。最初の T-1A は1992年1月、テキサス州のリーズ空軍基地に納入され1993年から、同期を使った訓練を開始した。 総計180機が1992年から1997年にかけて納入された。出展、初原性能、T-400 日本の航空自衛隊でも、輸送機、救難機などの乗員を教育する、直機大発機乗員訓練機として、ビーチジェット 400A を T-400 として、採用、1994年から13機を導入した。機が、 三保基地の第3輸送航空隊第41教育飛行隊に配備されている。基本的な仕様は T-1 と同じだが内部配置が異なるほか完成後方装置とスラストリバーサーの追加などの変更点がある。なお、T-400 の機体定期修理はベース機の元となった MU-300 を開発した三菱重工業が担当している。 ありがとうございます。